今回は水野さんの展示館にやってまいりました。水野さん、本当に来ました。そしてグローブもありますね。いっぱいあるんですけども、はい、今回はこちらの3つをご紹介します。シリーズが、ね、あります。このような感じですね。でなぜかここに1個ボールがあるんですが、後ほど紹介したいと思います。では早速見ていきましょうか。はい、こちらが H セレクション02。 H セレクション02ですね。プラスですね。プラスね。で今回変わったところがここです。こちら見えますか。見えますでしょうか。この平裏部分ですね。今回は全体的にこのような感じになってます。補給面全部に押されていると。この広い範囲で押されております。でとにかく強い打球に対して補強をしていると。芯も少し硬くなってるそうです。補給面はしっかりしてるんですけども、こちらの方は柔らかくなってます。指の部分は柔らかく作られていると。しっかり握りやすい設計になっております。素晴らしい。あと特徴的なのはこちらですね。いつものドロー構造だけじゃないですね。こちらだけじゃなくて、はみ出しがここからこう円形にこうドロール構造が強くなっている。強くなっていると。さらにね、親指も使いやすくなるという作りになっております。はい、続きまして、続いてこちら U-MIX でございます。まあ、U-MIX といえばね、こちらの手口部分がめちゃくちゃ特徴的な特徴なんですが、今回はさらにありますよ。はい、人差し指に注目です。こちらです。見えますでしょうか。当て側みたいなね、何かありますね。こちらはですね、指を間に入れることができると。それだけじゃなくて、だけじゃなくて、入れてもこれの下に指を入れても、この上に入れてもいいと。わ、好きに3パターン、お好きにできますと。自分の使いやすいように指の位置を調整できて、でここにちょっと入れれば余計にこう当て側みたいになりますから、ね、これはね。指出さない人もいるし、います、ね、出したい人もいるし、出したい人もいるし、全ての願いが叶います。そう、全ての願いが確かにちょっと痛いなって思う人はこう入れたり上に出したり。素晴らしい。素晴らしいです。はい、はい、続きましてこちらセレクト9。セレクト9です。展示会限定品です。限定品です。おなじみですね、セレクト9。ちょっとなんですが違いますね。違いますね。こちらのラベルが新ラベルでございます。新ラベル、インパクトあるね。これいいですね。渋い。普通はね、そうですね、こういうマークドーンとマークなんですけど、こういうラベルがついてます。渋くていいですね。この色合いもいいですね。こういうこちらにもマークが入っております。入っております。あとやっぱりセレクト9のね、おなじみで柔らかい、柔らかいんですよ。柔らかいんです。柔らかいです。もう柔らかいんで、もうすぐ使えます。手にすぐ馴染みやすいという。めちゃめちゃしっとりしてます、はい、しっとりしてますね。手入れ感すごいですね。はい、最後におまけですが、こちらソフトボールですか。ソフトボールっぽいね。でもこちらちょっと文字が入ってます。文字が入ってるね。走行手と。おー、ということはケア商品。ケア商品ですかね。ありますよね、走行手シリーズ。これがなんとボールが開きます。開きました。これがで、はい、来ました。おー、こちらがケア商品が入ってます。こちらオールインワンクリーナー入っております。つけてね。そうです、つけて、まあ、このままおトイレをして、して手入れが終わったらしまってだけじゃないですよ。しこれで片付けとして使ってください。素晴らしい。じゃあこれがあれば移動も楽。いや、いいですね。これ一つで素晴らしいです。手入れと片付けできます。完璧です。はい、では見てきましたが、はい、素晴らしい。素晴らしいですね。ちょっとこういったね、なんかそうですね、ユニークなね、ユニークそれです。ユニークな商品もあってありますね。すごい、どんどんグローブも新しい機能が出てますね。ね、素晴らしい、ね、すごい。ということで、はい、新しい水野のグローブ、グローブぜひチェックお願いします。お願いします。今週のプレゼントコーナー、イエーイ。はい、今週のプレゼントこちらになります。どうぞでーす。はい、こちらの変化球対応のバッティングマシンですね。はい、こちらを1名様にプレゼントします。1名様です。お疲れ様です。応募方法はチャンネル登録をして動画の感想かこちらを書いてください。お願いします。お願いします。はい、そしてこちらのマシン欲しいよっていう方はぜひコメント欄にマシン欲しいよっていうコメントお願いします。お願いします。はい、そしてまだ応募期間中のプレゼントもありますので、そちらにコメントもお願いします。お願いします。この後は次回予告。はい、今回はコラボということでこの方にお越しいただきました。はい、こんにちは。なるちゃんねのまさです。モーナー、よろしくお願いします。